こんにちは和楽堂のほうぼうです今回の動画はですね私が事前に駅のカードを駅を立てて6枚選んでおきました6月の第4週皆さんのこの動画を見てからですねカードを選んでそれから1週間ぐらいですねご自身の運勢の背景というのがどんな風になっているかまあ、暮らしの中とかですねお仕事に役立てていただければ ま池を立てて一生懸命カードを選んだ甲斐がありますので、皆さんもですね。これからその6枚のカードの中から1枚を選んでいただくことになります。選び方はですね。以前から言ってはいるんですけども、サイコロが一番いいと思います。6面あって数字が6刻んであります。それと、自分だけではなくて、多少偶然性というのかな。駅の神様にちょっと力を借りる。借りるような意味合いもあって、偶然こう出てくる。数字というのは？ やはり自分の様子をよく表してくれると思いますのでその辺も含めてですねサイコロとかそれに似たたたような形でで数字を選んでいいいだきたいと思います。それがご自身のカードにな,るなりますのでそれとですね1枚ずつのカードを今度はですねあの説明をしている最中に 6, 6つの小さなストーリーに分かれるんですねそちらもサイコロをもう一度振っていただくと細かな状況というのが見えてきますので。 都合を2回サイコロ振っていただくことになると思いますので、まあ、その辺も含めてですね自分の大切な1枚のカードを見つけていただくとで今からですねそのカードの解説に入りますけども見つけてない人サイコロとかですねあのカードの順番を決めれるカードの番号を決めれない方ですね動画を止めて決めれる状況を作ってから始めていただきたいと思います。それれでではこれかかららカードの説明をしますますすず1枚目からですね 1>, 1枚目は1番ってここに書いてありますねこちらが風水感、ね、意味合いとしてはですねこれの大まかな解説も載せておきましょうねちょっと字が小さくて分かりにくいんですけども雰囲気だけでもちょっと味わっていただければ風水感の「寒」という字ですね 散るというようよな意味がありますですから今までこう固まってたものが分散したり分かれたり弾けたりするようなそういう状況を表すんですね。だ固まってた状態が解けるわけですから停滞期間で動きがなかった状態から動き出すとかですね良くも悪くも言えるんですね。苦境にいた人はそこからあの解き放たれるような状況になりますし。 いい運勢の中にいた人は、それがこう散ってしまうわけですから、ちょっとやりにくい状況になるという。なんか両方、両方に取れるんですけれども、自分の。今までの状況の。まあ、ちょっと邪魔になってた部分とか、支えてた部分が。散らされてしまう可能性がある、突きほぐされてしまう可能性があるので。その辺を考えて。 自分の行動を決めていいいいかななくちゃいけないとということですね大切にしたりもう思い切って散らしてしまった方がいいこともある,あるわけですからその辺がこのカードのこう理解するときに自分に当てはめる一番のポイントになるんじゃないかと思います人の心が離れちゃうのはやはり同じなんですね散るものが何であるかによって大きく変わるということですねじゃあですねこれが大きな この大成果という大きなくくりの中での意味合いになるんですけれども、これが一から六までに細かなストーリーに分かれるんですね。それを今度はサイコロを振って、それぞれ何番目のストーリーが得られたかによって様子が変わってきますので、それもサイコロをちょっと振っていただきたいと思います。まず一が出た方ですね。この風水感という散るような状況の中で、他人の力を借りて大変なところを乗り切るという、そういう意味合いが強いです。 で2番目の数字を見つけた方ですね。で今までの苦労が報われてうまくいくこれ散るのがいい方向に多分出るんでしょうね。で3の数字が自分のところに来た方ですね。全力全霊で立ち向かうちょっと頑張らなきゃなかなか思うようにいかないというちょっと気合いを入れて頑張りましょうというそういう数字ですね。4番の方 仲間ですね。同じ志を持つ者と団結するといい結果が生まれそうです。で5番自信を持って前進する6番を選んだ方は無用な手出しはなるべくしないあまりいい結果にはなりにくいというそんな感じのストーリーになってますね。これで一応59番「風水官というカードの説明を終えて次2枚目ですね。 2枚目をこれは「来チよというなんか明るい色ですね来チよ。2番目の「来チよは「喜び」とですね「よというのは「喜び」「楽しむ」という意味があるようです 旬ですね、雷が地上に鳴り響いて新芽がどんどん出てくる時長い冬から暖かい冬に変わる時の楽しみとか喜びを表していると。だ準備をしておけばでですすね、ね。非常ににいい動きになるととうことです、ね、みんな植物だってね地面の下でじーっと春が来るのを待ってるわけですから。 それが雷がきっかけになるのか分かりません。けれども、こうどん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 伸びるチャンスが来たので、準備の状況から伸びていくことができるわけですから、その準備というのも非常に重要なようです。何よりも大切って書いてありますね。で、長い間の苦労とかね。努力がちゃんとこう動き出す時でもあるということですね。運気の上昇も表しているので。 前向きに進む気分とですね、積極的に積極的にやるということが非常に重要というふうに言われています。そうしたら今度はですね、大きなストーリーの他に1から6までの小さなストーリーの解説をしていきたいと思います。やはりこれもサイコロを振っていただいて、1が出た方、これは非常にいい時だからこそ満心に注意をするという、そういう小さなストーリーですね。2番の方、自分の立場や役割を大切にする。 やっぱり楽しいことで浮かれすぎて我を見失わないようにということでしょうね。3番身分相応を忘れずにこれもやはり同じような動きでしょうね。自分というものを見失うことがないようにということですね。4番協力をを得て退任,を任されるやっぱり人の助けというのが求められるところもありますのでそういう時にちゃんと協力を得れるような関係を普段から作っておくということでしょうね。5番 問題が山積みで右往左往する、ちょっと喜びの中で辛い状況が周りに起きそうという、そんな動きを見せているところですね。6番、もうちょっと良くないですね。怠け心で身を崩すというふうに書いてありますから、まあ自分注意して怠けないようにという戒めなんでしょうね。やっぱり楽しい時、いい時というのは浮かれてついつい遊び、 過ぎてしまうという動きを取りやすいですからその辺を注意しましょうということも含んでいるんだと思いますそうしたら今度はですね三番目ですね三番目は風卓中が出ましたねさて 数字で言うと61番の風託中「風卓中誠実という意味がとても強いそういう体制下ですね。人と人とが誠意あるるお付き合いをすこれは当たり前といえば当たり前なんですね。誠意を持ってしっかり向かい合うということは物事を進める大きなきっかけになるし原動力になるわけですからその辺をしっかりとしなさいということなんでしょうね。 誠実とととかか、神木育ててる、養うううなどがキーワーワドといいうふうに書いてあります。やはり精神的な重要性を説いているということはこ,こ,これを選んだ人の人間性ですねそれがあの普段からの蓄積によってどういうふうに出るかがとても大きく問われるそんなシーンが出てくるんでしょうね。で自分も相手もお互いが死んじゃうことが運気を上昇させてどんどんいい方向に押していってくれる。 これあの市場に溺れるとちょっとこう動きにくい状況になるかもしれないので、まあ、特に恋愛関係なんてそんなふうに言われてるようですね自分だけの気持ちでどんどん動いてしまうようなことはやはり避けて相手との誠実さを持ったこうやり取りがとても大切だということでしょうね秘密や隠し事が発覚する可能性もあるということですから。 誠実さのような顔の裏にも何かがあるかもしれないそんなところもちらちらと人間の心の中の姿を見せているんでしょうねじゃあ今度は1から6までの小さなストーリーですねサイコロを振って1が出た方迷わず進めばいいことがあると2番が出た方異心伝心まあ、息がと息統合するということですね思いがお互いに通い合ってどんどん前に進むことができるで3番出た方 少し中途半端にななりがちなので、中途半端もねちょっとあのもや,もやもやっとした部分があると思いますのでよく考えながらどういうふうに、ね、はっきり動くかどうかというのも決めなきゃいけないでしょうからで4番の出た方指示を持たなけければ運気が開けるあ。自分中心に進めてはいけないということですね。やっぱり精神正義お互いにこう、 相手がいてね物事が動くわけですからそういうものをしっかりとこう通い合わせることによって運気が開ける。5番,5番の出た方共同で進めば順調それのちょっと進化系ですよね。もうちょっとこうお互いに誠心誠意お付き合いが出てやり取りがあってでうまくどん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 進むことができるという共同で物事を進めるということですね。6の出た方 文不相応なことをするとうまくいかないうこれもねごくごく当たり前のような話ですけども言われてみるとちょっと意識しますよね当たり前ですよね自分のあの身にかなわないようなことをやれば当然無理がかかってやりにくいのは当たり前なんですけども意識してないと思わずやってしまうことありますからねまあ、その辺の多分戒めの言葉として捉えたらいいんじゃないかと思います今度は4番目ですね 四番目はですね、地産権ですね。これ地産権の権って検挙の権なんですね。まさにその通りの内容だと思います。権は検挙や謙遜の意味を表す。 相手をを尊重する気持ちを忘れない。これが結局、ね、自分にいい運気を呼び込んだり幸運を運んでくるわけですからやっぱりこう自分が自分がというふうにね前へ出るよりも一歩引き下がって相手をこう敬い立てることによって自分も生きてくるわけですからそういう方向のストーリーが見えてくるんでしょうね。あくまでも謙虚な態度であるということ。 それと決してそれによって卑屈になるということじゃないですよというふうに言われてますので減り下りすぎてですねやっぱり卑屈になっちゃうと今度は人間性が落ちてしまいますのでねやっぱり自分の素晴ららしししいいいい人間性もも維持しながら謙虚さを出していくとととうことも大事だと思います。何でもかんでもねあの人に譲るわけではないでしょうからねきちんと譲るべきところと譲らないところをきちんと自分で見分けながら行動するということですね。 でも相手を敬回で、控えめ、それもそうですね。卑屈っていうのは表面上は謙遜しながらも心の底で見下すようなそういう背景があるとやっぱり卑屈に見えてしまうんでしょうね。十分注意してください。それと1から6までの数字ですね、やはりサイコロを振って選んでいただいて1が出た方、ひたすら努力をすると。頑張ればそれが多分形になるんだと思います。2の出た方 謙虚でいれば目上の人に引き立てられる。これ非常に有効なあの状況になれますよね。やっぱり自分よりも力のある上の方から引き立てられれば動きやすくなるわけですから。3を選んだ方です。3が出た方ですね。現状維持に努める。まあ、謙虚相はいくら売りにしてもねなかなかいい方向ばかりに行けるわけではないでしょうから。で4が出た方、慢心に注意をする。 今度は5が出た方は、有能な人の意見を取り入れる。人の意見をちゃんと聞いて、謙虚な上にやはりこう素直に聞き取る、聞き入れるような、そういう人間性奴隷みたいなものも求められるんですよね。で6番の方ちょっと注意ですね。内部に障害があるということなので、その障害を見つけてしっかり対処しないと、やりにくい状況が出てくるかもしれないですね。それも少し身の回りを見回して意識してみると、 何かか見つかる可能性が高いですね。そうしたら今度は5番目ですね。今度は宅展展ですね宅展開。これもあまりいい言葉じゃないですね。決壊するような意味合いが強いですからこれ決断というのがね一番大きな言葉になってますね。 決とは決する決断する決解するのを決と同じに、もう物事が最終段階まで来ているので、ほったらかしをかけに行かないんですね。もう決めてしまわないといけない。これはあのうまく決まることもあるし、もうボロボロになっては別れてしまう決裂することもあるわけですね。だ両方の問題を含んでいるので、当然決断というのは大きなこうパワーとかですね、判断が必要になってくるんだと思います。 当然あの想定外の問題が起きたり、まあ危ないことが向こうから来る可能性もあるので、自分をしっかり戒めながら行動することが求められるかというふうに言われてますね。当然こうねこの託天下という決断のかが出てるわけですから、自ら下さらな下さなければいけない。 状況にもなり得ますすのででちょっとととと覚悟と見極めめるる力を求められるということですねただ強引,の強引にです、ね、決着つけるようなことはなるべく避けた方がいいと当然あのあつとかねいろんなの反対の力がどんどん出てくる可能性が高いですから周りに対して聞くわになる対応を心がけて決断をするという、まあ、その背景はあれですねやっぱり私利私欲を持たずにいろんな人のことを考えながら行動するということでしょうね。 まあ多少、ね、悪い方向に動いたとしても周りのことを考えながら行動すればそれも薄すらぐでしょうしいい形になる可能性も十分持ってますのでその辺の行動の背景ですねいろんなことを考えながらいろんな人のことを考えながらしっかりと決断するということでしょうじゃあ今度は1から6のやはり数字サイコロを振っていただいて出た数字の意味合いですね1の出た方やりたいことは思いとどまるべき とととといいいいううここは決断ががああまりいい方向に行かない可能性があるということですね。ただこれもやはり見極めてですねあのご自身の判断ということを最大限尊重するのは一番なんですけれどもやはりそのこのまま行くよりも何かいい方法があるんじゃないかと考えるということも多分大切になるんだと思います。2番が出た方ですね不慮の災いに遭遇する可能性があるのでやはりその辺も注意ですね。 これはの方なんですよね。物事が崩れてくる可能性という意味合いでいろんなそういう,こうやりにくい状況が自分の方に降りかかってくる可能性があるとこれもあの十分身の回りを注意してチェックすることあるいはあのよく見ることによって避けることができる可能性がありますのでまあ何かにあったとしてもですね注意をしていればあの少ないダメージで済みますのでねあと3が出た方強硬策はマイナスとなる。 やはりちょっと控えめなところと周りに心を配りながら行動するということでしょうね4が出た方板挟みとなり苦労する、うん、これもよくありそうな形ですねあちらを立てればこちらが立たないというようなちょっとこう悩みのるつぼに入ってしまう可能性がありますのでしっかりこれもあの考えて行動するということが求められるんでしょうね5番目前の問題を まずは解決する。大きなことよりも目の前にある一つずつを解決して最終的にいい姿に持ってこうというそういう形の5番ですね。決断するというのは非常に大きなことですからプラスにもマイナスにも激しく動く可能性があるのでその辺を考えながら行動しましょうということなんだと思いますね。 ですから1週間ねあの、そういうこうはっきりとした決断が求められるようなシーンが出てくるかもしれないそういう時に心構えがあるかないかで対応策がだいぶ変わると思いますのでうろたえずにしっかりと対応できれば随分よくなるはずですのでそんなふうなですね参考として考えて頂ければいいと思います。今度はは番番ですね。6番は水山剣 これもなななかかやりりにくいいですすね。ね。身体極ままるなんて書いて書あります、ね、水剣、ね、は文字のように寒さで足が凍えちゃってこれ以上前へ行けない状況雪山の状況を表しているということです。物事がなかなかスムーズにいかなくて思い悩む状態を表す。で自分だけではなかなか解決できない問題に 遭遇する可能性がありますのでやはりこういう時はあれですねあの周りの人名上の人とか仲間とかですね信頼できる人そういう人にいろいろ声をかけて相談してそういう人から知恵をもらったり助けてもらったりするというのも人の取れる大きな技になると思いますのでその辺も普段積み重ねてね自分が人間性を作って社会の中でしっかりこう作っていく世界なわけですから。 その辺を有効に利用してやりにくい中を乗り越えるということですよね。やっぱり名上の人の意見もよく聞きましょうなんて書いてありますもんね。で、傲慢な態度はやっぱり最悪な結果を生むので、素直で謙虚さとかそういうものをちゃんとこう持っていないといけないということですね。あと自分の立場をわきまえてくださいというふうにも書いてあります。あとはこれが 1, と6が1から6までがどういうふうな、ね、意味合いを持っているかですね。 サイコロを振って1が出た方、焦って進まない。待ってみる。うんあのどんどん行ってしまったら深みにはまって、もう身動き取れなくなる可能性があるわけですね。下手すると雪山じゃ遭難するかも可能性もあるわけですから、ちょっと待ってですね、状況が変わるのを見極めるとか、そういう方向に動いた方がいいということでしょうね。2番、出た方ですね。目先の利益を追いかけない。 目の前においしい話があればね思わず言ってしまいそうになりますからねやはりこの,あの大変な動きの中で目先の欲についつい追いかけてついていってしまわないということで3の出た方内部を固める、うん、これもあれですね外へアプローチするよりも自分たちの弱い部分とか思いの至らないようなところをしっかり固めてよくなった時にちゃんと動けるようにということでしょうね4の出た方 人に協力をを求め難局を乗り切る、まあ、大変なわけですからねさっきから言ってますけども目上の人とかもう自分の仲間でもいいですよね信頼できる人たちに一生懸命こう協力を求めるということですよね。5番協力者の支援で打開できるちょっと進化しましたね4番, 4, 番4番よりもね。そうやって一生懸命こう協力を求めてお願いすることによって人の力を得ることによって 打開できる可能性を見せてくれているということですね5番は6援助者の意見に従ううん、これもやはりはですね素直さで周りの人の援助をしっかり受けながら乗り越えようというそんな考え方のようですねこんなふうにですね今回6枚のカードあまりいい内容のストーリーじゃないのもありましたねこれ私も皆さんの1週間ですね6月第4週の大体の1週間ぐらいを どんな風なう運勢の展開があるかということいこをを一生懸命を立ててて念じて6枚選んでおきましたそれを今度は皆さん選ぶわけですからなかなかねあのいくつかの要素が絡まり合ってこのカードにたどり着いていますのでやはり素直に聞いて反省すべき点とか参考にするべき点を、ね、取り入れながらなるべくこういい方向に持っていけるようなです、ね、そういう動きの足しになるようなそんなあの情報として捉えていただければと思います。 今日の6枚はそんな感じでしたね。私もちょっと動きすぎて風邪をひいたりしまして動画を作る時間がなかなかなかったんですけどもちょ,っとあのちょっとだけ立て直すことができましたのでこれ私旧脊学で非常に悪い6月に入っていましたので自覚しなきゃいけなかったんですけども自分の言ってるねあの内容月雲のお話なんかで自分で言ってるんですけどそれと違うことをしてしまってちょっと痛い思いをしていますので少し反省をしています。 皆さんもあのなるべくですねあの情報を有効に利用してもう健全な暮らしを送れるようにですねそんな方向に使っていただければと思っています。あとあとはですねチャンネル登録がですねここのところちょっとあの動画あのサボっていましたのであの見てくださる方も一人減り二人減りっていうところがありますのでまたあの頑張って投稿しますので見ていただいていいなと思ったらチャンネル登録をしていただいていいですね。 コメント欄でいろいろお書きいただいたら一生懸命頑張ってお答えしようと思ってますのでその辺も含めてぜひまたよろしくお願いしたいと思います。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。失礼いたします。